はい、はい、吉岡君お久しぶりですね。お久しぶりですね、はい、今回は、はい、ここ大阪湾、大阪湾来ちゃいました。来ます、はい、まあ、大阪湾言うたら、はい、なんすか、まあ、タチウオ、おお、タチウオ言うたら、お、アンチョビ、これですね。そう、今回はちょっとこれで、このアンチョビ大阪湾のタチウオを、はい、釣りまくりたいと。やっちゃいますか。はい、持ってます。はい、お願いします。まあ、ちょっと吉岡君一人やったら心配でした。不安なんで急遽僕も優しいですね、お手伝いしに行きました。はい、やっちゃいましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこれからやりたいと思います。アンチョビミサイルのこれは新しく出る 130g、 これからちょっとやってみたいと思います。で、竿の方はね、アンチョビドライバーの66の MH、 ちょっとね、今 130g、 そして水深もちょっとあるんで、この MH でやってみたいと思います。水深 70m ぐらいあるもんね。そうですね、はい。で、道と08の P に、リーダーとして午後約20ポンドのフロロで、先糸に、100ポンドのナイロン25号ぐらいですかねをつけて、このセッティングでやればほとんど切られることないんで、これでやってみたいと思います。いっちゃうか。吉岡君喋ってる間に脅してやりましょう。マジ。さあ、大阪湾、なんか妙に上下するね今日は。今日、俺がこっち来ると荒れるね。荒れるんですよ。荒れるね。これ結構荒れとるね。もう慣れっこですよ。とりあえず今船長も棚が下の方っていうんで、あんまりこう早く棚を探っていくっていうよりかは、下の方の棚を細かく探ってみて、このアンチョビ、このしゃくった後の止めでね、結構竿先を跳ね上げるぐらいのね、当たりが多いんで、ちょっと荒れてて止めにくいですけど、それでもね、このアンチョビドライバーで66の長さがあるんで、この波の上下でもこううまく殺してくれる。でね、今ブレードつけてるんですけど、中地さんブレード付き？ブレード取りました。取りました。はい、もうこのブレードがついてるのとついてないのでアクションも変わるんで、どちらかというとブレードついてた方がこうぬめっとナチュラルに動く感じで、取るとこうキビキビとダートする。今日のこの潮の感じだったらつけてても問題なさそうですね。つけてるとどうしてもこう潮の流れとかで流されやすくなるんで、それで取ったりするんですけど、まあちょっと今日の感じだと大丈夫かな。当たった。ああ、当たった。同じ場所で3回しゃくってステイで。ステイどれぐらい？いや、今のは動かした後1秒とかそんなもんでしたね。チョンチョン、ステイ、ゴン、ステイ、ゴン、うん、トーンってか、おーし、来た、来た。よしよし、完全ロングステイ。当たってたもん、その前。うん、今ね、ちょうどね、10は浮いてなかったけど5メーター浮いた。おいしょ。おー、まあまあいい、うん、まあまあいいされてた。とりあえず1本目これいいサイズ。出て出て。4本ちょいある。た？うん。ステイ？ロングステイでしゃくろうかなと思った。ガコン。やっほい。おやっほい。おでかい。おー、危ない危ない。わざと。はい。はい。ダブルヒット。ちょっと時間差ありましたけど、はい、ダブルヒット。いきなり長いとこ見せれちゃうのこれ。仲良しですからね、普段から。でかいな、そっちの方は。ちょっとこれ、いいですよね。うん、おっしゃー、来た、引き込まれた。今、下から5ぐらいでしたね。マジ面白い。すごいって引き込まれた。さっきと全く一緒。リーダー入った。いきますー。おいしょおいしょ、いい感じ、いい感じになってきました。おっしゃ、
はい、では動かして5回ぐらいワンピッチでしゃくって、でステイ。そうするとね、コーンって上がっ、あの食い上げるような当たりも多かったんですけど、今乗ったのはもうゴッて引き込まれましたね。だからあんま合わせないでちょっとステイさせとくと、持ってくまで待つみたいな。今日はなんか今のところそのパターンで釣れてますね。はい、これがアンチョビミサイル。関西でいうタチオテンヤ、餌釣りですね。それを元に作られたルアーです。見てもらったら分かる通り水平姿勢、これによって水中で止めて使うことができる。それとこのボディのボリュームですね、これが大きいことによってタチオにより効果的。それとこのブレードですね、この一番後ろのところが水ベルになっているのでただ巻きでも使える。それでこのブレードを外してもらうと、よりダートさせることもできるので、いろいろな使い方ができます。あと針の位置がタチウオが食ってきやすい位置についているのでバレにくい。でもしもバレてしまう時なんかはフックアイが2つついてますので、こちらに針をつけてもらうとよりバレにくくなります。タチウオジギングの概念を大きく変えてくれた、画期的なルアーです。はい、こちらがアンチョビミサイルターボ。よりダートアクションに特化させたモデルになってます。ボディもコンパクトにして、潮の速いエリア、スカパなんかでも、より使いやすく、アクションが出しやすいモデルになってます。それとこのティンセルですね。従来のアンチョビミサイルはブレードを採用してたんですけど、今回はこのティンセルを使うことによって、より水の抵抗を受けにくくするため、それでもアピールするためにこちらを採用しました。従来のアンチョビミサイルとアンチョビミサイルターボ、これを、状況に応じて使い分けてもらえればいいと思います。はい、こちらが、アンチョビミサイル専用ロット、その名もアンチョビドライバーです。小刻みなダートアクション、連続したしゃくりにも使える、操作性に優れたロットになってます。使っていても疲れない、疲れも軽減してくれる、思い通りにアクションつけられる、ロットになってます。そしてラインナップは2モデル、 6.6フィート、持ち運びがしやすいグリップジョイントタイプになっています。パワーはバーサタイルなミディアム、深場重めのアンチョビミサイルを使うミディアムヘビー、この2タイプになってます。それとこのアンチョビドライバー、一般的な、タチオジギングのロットに比べて張りのある、仕様になってます。なので、アンチョビミサイルをより細かく動かすことができて、なおかつ魚がかかった時にしっかりと曲がってくれる、楽しめる竿になってます。ぜひ皆さんも一度手に取って、使っていただけたらなと思います。お、今一瞬シャーク打ったら乗ってんだぞよっしゃ、来た来た、おぉロングステやな、ね、今もその前に一回シャグった時に軽く乗ったんやけどね。違う違う、クルッとなってない来ました、アンチョビターボで。ちょっとね、ステイの時に当たり感じて、で次シャグの時にちょっと軽く乗ってた、もう一回ステイしてた、こうあんまり棚当たった棚から変えずに出なって。おっしゃ来た、ステイで。よし。うおー。来た。おーし。行きますね。よいしょー。ナイスフィッシュ。おぎり。このね、ステイの時結構このアッパーカットが多いんですよ。バラバラやな。結構なんか今のパターンは小刻みにこうさっきまでチャッ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 ステイって感じでこれで食ってたんですけど、今ね、今釣れたのは大きくこう動かして、ここからのステイでゴーンって食い上げられましたね。結構いろいろね、こっちから仕掛けていかないと。8メーターから15メーターぐらいの間。お、触った。うわ、くそ。もうちょこい。これめっちゃあんまり買ったねか。お、来たー。来たー。
ゴフーンって食い上げた。よし当たる。 10m でしたわ。アンチョビドライバーね、結構ベリーからティップ張りがあってアクションつけやすいんですけど、魚がねヒットすればちゃんとバットはこんぐらい曲がりますから。おお、よう落ちてきたな。 18m やりました。うお、結構やばい、ザラザラ。いい感じ。よいしょ、おー、いい、よい、準備ターボできました。結構ステイ中にもガン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 当たってくるんで、そのたびこう軽く合わせていったら3回目ぐらいでやっと乗りました。おっ、おっしゃー、来たよー。はいよー。おー、あー、ごめんなさい、すいません、水かけてもらって。アンチョビターボで来ました。ちょんちょんちょんと軽く、3回、あ、もうそんなにダートさしてないんですけど、ちょっとちょんちょんちょんとダートさしてステイしてた。トーンってこう下から突き上げられるバイク、結構あの風がね強くなってきて船も結構流されちゃう。なのでちょっとアンチョビミサイルから、アンチョビミサイルターボに変えてみようと思います。うん、アンチョビミサイルさっき使ってた130g 使ってたんですよね。ちょっと用が釣ってきたな。水深68で62.3m やね。 130g と同じぐらいか、今 110g のアンチョビミサイルターボにしたんですけど、同じぐらいかそれ以上の速さで落ちていきますね。おう、あ、いるね、いる。おーっしゃ、食い上げた。ちょっとねクイックなアクション、ダート幅をね大きくしてリアクション要素を強めてコンパクトなボディで食わせたって感じっすね。よいしょ、あー、かわいい。こんな感じで連れてくれました。パターン変わらず結構今あれですね、止めた時すぐ来ますわ。ああ、じゃあロングステージじゃなくていい、うん、まあまあアグレッシブになってきた。おお、くっそ結構追い食いが増えた。また多分来ますわ。おお、来た見ちゃった今。来たよ、俺もハーフピッチで。よっほい、アンチョビターボでハーフピッチでクンクンクンって巻いてきたら、ちょっとのショートステイでゴンゴンとかスコーンみたいな、はい、硬直すると広がっていく。おう、今それましたかね。おう、おい、来たやった、ヒットシーン取れたぞ。多彩なアクションで釣れるっていうのがアンチョビならではの。よし、よいしょ、あ、よいしょ、危ない、もう出せない今危なかったんだけど、イエーイ。お、これは上顎にかかってる。アンチョビターボ、今日はねターボが調子いいっすね。ちょっとクイックにショートで2回シャクって一瞬ステイで耐えたら、でもちょっと上でしたね、 15m ぐらい。マジでちょっと上までやってみたら、そろそろ落とそうかなっていう時に、およー、おお、アンチョビターボでちょっと上の方まで探ってみたら来ました。ただバイトがなくなったらちょっとそう、レンジを変えてみたりとかアクション変えたりするといい感じです。おっしゃー、来たー。おお、結構痛い。よいしょ、よう超えとる。ナイスプレー、おぎり、やっほーい。あれえ、それ今日一日ちゃうな
おっしゃー、かけほら、おー、よいしょ、いいサイズだ、結構ええよ。アンチョビドライバー、アンチョビターボ、そして大阪のタチオ、夏フェス財布がよくわかんないサイズがね、ちょっといいエリアに入ってきてるんで、もう大きいの狙い、こいつで行きたいと思います。よっしゃ、でかいの来い。このアンチミサイルはちゃんと当たった棚が分かるからいいですね。うん、再現性がある。確かに確かに、また同じ棚にすぐに送り込めるし。おーおーしゃ、エンちゃん、でかいじゃん、エンちゃん、来た来た、ここはダブルヒット、食い上げた、食い上げた、ダブルヒット、ダブルヒット。吉田君の顔見たら急に軽だったよいしょ、詰めたやったぜぐるぐる回ってるけど、よいしょ、太い太い。どんなパターン、どんなパターン、もう今完全に動かした後のスティールですかね、はい、うん、僕もちょっと本当一瞬止めたらもう完全にテンションが抜けて、うん、僕の場合はスコーン抜けて、スコーン多分もう相当上まで突き上げたと思う、はいはい慌てて追い巻きしてクッキングした感じです。はい、はい、今ね、アクションの応用編、今ね、今日のパターンがね、フォール、大きくこうしゃくった後のテンションフォール、これでね結構今当たりが続いてます。もうパターンと言ってもいいぐらいハマってて、大きくしゃくった後にゴンと来る感じなんですけど、まあ、初めちっちゃく見せて大きくしゃくってフォールさせて、この時もライン張りながらの方がなんか今はいい感じなんで、でそうしたことによって当たりも取りやすいんで、大きくしゃくってフォール、お、今途中でゴッて止まったんですけど、結構ねこれもねよく聞くパターンの一つです。おっしゃ、すごいね、うん、完全パターンハマったぞ。よいしょー、アンチョビミサイル、おー、来た、おっしゃよいしょ、なんかサイズダウンしてません、はい、あ、来た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 、いやー、これちょっと重たいぞ、太いっすね、じゃあほーい、はい、完全にパターンにはまっております。ここもまた4を作ったな、おっしゃ、来た、これ全部乗せたら相当数いきます、ね、おっしゃ、やっほらー、やっほー、よし、乗った乗ったすごいまさかの、やっほーい、わお、滑った最悪やな、イエーイ、楽しみだったな、おっしゃ、お、来た、今度着陸変えたら乗った、おっしゃ、来た、おお、これ釣りすぎですね、釣りすぎ、釣りすぎ、アンチョビの釣りおもろい確かに、うわー、うわお、ちょっと恥ずかしいパターンだよ、うわー、もうアンチョビボロボロ、めっちゃ食われとる、はい、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、吉岡くん、はい、釣れたね、めちゃくちゃ釣れましたね、この釣り、はい、面白いね、このアンチョビドライバー、アンチョビドライバー、そしてアンチョビミサイル、で、まあ、アンチョビミサイルはね、あのノーマルもあればターボもあって、はい、まあ、いろいろ今日も使い分けて、そうですね、やってみて、はい、で、まあ、ルアーはもちろんですけど、アクション、はい、うん、いろんなバリエーション、うん、今日はいろんなパターンがあって、いろんなブームが来て、はい、それがまた今日はハマる一日だったんで、そうですね、はい、その都度こういろいろ合わしながら、そうですね、
やっていくっていう感じで、はい、まあまあいろんなこうこなんですか、いわゆるルアーゲームなんで、はい、もうそのね、いろいろカラーにしても、まあ、これブレード取ったり、はい、形状で、あとまあアクション、本当とにかくいろんな、楽しみ方ができるっていうのがこの次、はい、そうですね、まあ、まさにそれを今日は見せれたんじゃないかと、ね、はいはい、思います。皆さんもそうですね、まあ、今日 の動かし方やなんかを参考にしてもらえたら一番いいかなと思います。まあもう何よりこれ見ていただいたら、はい、この爆笑ぜひもう やるなって言ってもやってみたい、やってみたいですね、はずなんで、はい、もう一回やったらもうやめらんないですよ、はいはい、ぜひみんなも、トライしてみてください。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。